皆さんこんにちは。今日の天気は良くてですね、結構暑くなりそうですので、また水分補給などをして、こういう各自やられてくださいね。それでは、トラック祭り第19回チャリティー撮影会を開催します。それでは始まりましたんで、今日一日よろしくお願いいたしたいと思います。まず下田会長様より、皆さんへ歓迎のご挨拶はお願いいたします。皆さんこんにちは。竜王船団会長はどこにいます、下田と申します。本日はお忙しい中を全国各地から、友好クラブ皆さん、また関係者皆さん、誠にありがとうございます。令和元年ということで快晴晴れのいい天気になりましたけども、一つ時間の許す限りゆっくり楽しんで帰ってもらいたいと思います。本日はどうもありがとうございました。またプログラムとまた雑誌等でちょっと注意事項も書いておきましたけども、その方もちょっとご協力の方を一つよろしくお願いします。本日はありがとうございます。ありがとうございました。続きましてですね、私たちのこ の活動に大変ご理解をいただいております。そしてまたお忙しい中にもかかわらず毎年ご参加くださっております。地元の伊佐市長もお見えです。ご挨拶の方をお願いします。皆様こんにちは。大変快晴のいい天気に恵まれまして、第19回の、チャリティーがこのように盛大に行われますこと、心から、お祝い申し上げますとともに大歓迎申し上げたいと思います。下田会長をはじめとする実行委員の皆様方の、ご努力やまた協力団体の皆様方には本当に毎年ありがとうございます。大変お世話になります。会場内を先ほどから見て回りまして、私は若い頃京都におりましたので、京都岐阜というナンバーがあると懐かしいなと思って見て回っておりますと、 JA の向こうの方に大きなトラックが函館ナンバーがありまして、本当かいな函館っていう字かなと思って近くまで行って確認させていただいたような具合で、本当に皆様方が19回となりますと全国からお集まりいただくんだなと、心から本当にありがたいと思っております。来年は20周年ということで、それに向けても、皆様方もう今日から弾みがついてるんじゃないかなと思います。昨年はもう大変私どもはこの仙台川が水を使えないという時期がございまして、米を作るのに大変苦労して、会員の中にも、大変ご苦労があった会員の方もいらっしゃいましたが、1年経ちますと、見事に、米も作れるようになり、19回もこのように盛大に行われるということで本当にありがたいなと、本当にもう天に感謝することでございます。皆様方の本当に純粋なチャリティーが、まあ、このように長く続いているということもどこか、まあ、神様が見ていただくくださるのかなという思いながら今日は参りました。私は水俣方面の地域に住んでおりますので、水俣のインターが開通しましたので、7、8台だったでしょうか、船団が群をなして私の前を走っていらっしゃいました。ここで一緒になるんだなと、もうそこからもうワクワクしながら今日はここに来たような次第でございます。後ほど、皆様方も見て回っていただき、楽しんでいただきますこと、心から、お願いご記念申し上げまして、感謝とともに、歓迎の挨拶に返させていただきます。本当は今日にありがとうございます。どうも本当にありがとうございます。はい、ありがとうございました。それではですね、多数の、応援クラブの、皆さんが本日もご来場でございます。皆様より一言ずつ、ご挨拶をいただけますでしょうか。よろしくお願いします。福岡県から来ました、九州アートトラック愛好会エンドラストの関谷です。今日は一日、楽しませていただきますので、どうぞよろしくお願いします。またですね、エンドラスト熊本支部が、できましたので、そちらの方もどうぞよろしくお願いします。すいません、宮崎支部もできましたので、そちらの方もどうぞよろしくお願いします。
佐賀県から来ました、ハスアマルとして活動しています刈谷と言います。今日は竜王戦ナンさんチャリー撮影会イベントおめでとうございます。時間の許す限り楽しんで帰りたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、熊本から参りました竜将丸船団会長補佐の中川と言います。この度はチャリティー撮影会おめでとうございます。時間の許す限り楽しんでいきますのでよろしくお願いいたします。あ、こんにちは、熊本から来ましたちなみ丸船団顧問の杉本です。竜王船団様チャリティーイベントおめでとうございます。船団一同楽しませていただきますのでよろしくお願いします。お疲れ様です。ちなみ丸船団北海道支部代表中川です。本日はこのイベントのために九州まで鹿児島まで来てました。最終まで楽しんできますのでよろしくお願いします。皆さんこんにちは、ゆりかご船団代表の入沙です。この度は、竜王船団さんチャリティー撮影会開催おめでとうございます。今日もですね時間の許す限り、最後まで楽しんでいきたいと思いますので、ぜひ皆さんと交流したいと思ってますのでよろしくお願いします。皆さんこんにちは、熊本から来ました肥後船団です。竜王船団さんイベント開催おめでとうございます。本日は時間の許す限り楽しんで帰りたいと思いますのでよろしくお願いします。また当クラブごとで申し訳ありませんが、昨日1月4日にうちの中山が亡くなりましてクラブを新体制にいたしました。でまたご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。本日はよろしくお願いします。あ、こんにちは。ありがとう。皆さんおはようございます。みゆき丸船団岐阜から来た安藤です。今日楽しく来ますから皆さんお願いします。ありがとうございます。失礼します。おはようございます。京都から、お邪魔してます宮古美一座山崎と言います。竜王船団さん、下田会長筆頭、メンバー皆さん本日おめでとうございます。平成が終わって令和になって九州一発目のイベント、大変楽しく楽しみにして、やってまいりました。時間の許す限りとなりますけど、本日お世話になりますんでよろしくお願いします。皆さんこんにちは、熊本から来ました肥後アートクラブの中川です。竜王船団さんチャリティー撮影会おめでとうございます。一日楽しんでいきたいと思いますのでよろしくお願いします。それちょっと私事ですがちょっと鹿児島支部ができたもので、まあ、次ちょっとご紹介があるんですけどお付き合いのほどよろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。お疲れ様です。肥後アートクラブ、鹿児島支部の小田です。よろしくお願いします。竜王船団さん、チャリティー撮影さあチャリティー撮影会、開催おめでとうございます。一日楽しんでいきたいんでよろしくお願いします。皆さんこんにちは、宮崎から来ましたグループ大地丸代表の本村です。竜王船団の皆さん今日はありがとうございます。今日はナイトシーン最終最後まで、楽しんでいきますので、よろしくお願いします。あ、九州から来ましたエンドラストの会長の熊谷です。いや、竜王船団さんチャリティー撮影会おめでとうございます。まあ熊本宮崎支部ができましたけど皆さんすいませんけどよろしくお願いします。不続かなもんと思いますけどまたメンバー皆さんお願いします。
じゃあじゃあ九州また九州じゃなかったね。いつも九州中継福岡から来ましたね。よろしくお願いします。ユーセンダさん、チャリティー撮影会おめでとうございます。今日は一日楽しんで帰りたいと思いますのでよろしくお願いします。福岡から来ました天下丸船団と言います。本日は竜王船団さんチャリティー撮影会開催おめでとうございます。今日一日楽しんでいきますのでどうかよろしくお願いします。皆さんこんにちは、九州七兵衛一座鎌添です。竜王船団さん、チャリティー撮影会おめでとうございます。本日は、天気もいいことで、時間の許す限りゆっくりしていきたいと思いますのでよろしくお願いしておきます。じゃあ最後にあれどこ行ったよろしくお願いしておきます。おはようございます。こんにちは、九州から来ましたエンドラッチョです。福岡から来ましたエンドラッチョです。リオセンダー今日撮影会おめでとうございます。最初の最後まで楽しんでいきたいと思いますのでよろしくお願いします。皆さんこんにちは、知南丸船団南九州支部鹿児島の方でやっております下坂と言います。リオセンダーさんと本日はおめでとうございます。最後まで楽しんで帰りたいと思います。よろしくお願いします。本当に北は本当に北海道から、たくさんの応援クラブの皆さんが来ていただきまして、盛り上げていただきまして本当にありがとうございます。続きましてですね、本日このイベントは、トラック祭りと題しますがチャリティーのイベントでございます。本日、募金先寄付先としましては、日頃よりですね大変お世話になっております、伊佐市さんの方へ、今日の収益金を募金としてご寄付したいと考えております。まだイベントは始まったばかりでございます。今日夕方まで一生懸命僕らメンバー一同頑張ってですね、たくさんの収益を上げてその収益金を益金をですね伊佐市さんの方へ寄付したいと考えております。この開会式でですねぜひ皆さんが見届け人という形で目録という形で今日下田会長よりこの開会式で募金の受け渡しを、やっていただきたいと思います。はい、ではそちらの方から。では皆さんはい、それではですね、はい、では受け渡しの方を、お願いいたします。どうもどうもありがとうございました。厚生、保護助成会の皆様方は約30名ほどの、メンバーでございます。子育て支援、それから障害を持った方々への支援、また青少年の犯罪防止や健全育成への啓発、そのような活動を年間を通じてしていらっしゃいます。
いさしをいただきましたものを、そういうところに役立てるように本日は、会員の皆様方に、紹介を兼ねて来ていただきました。誠にありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。それでは皆さん、この黄色い T シャツの、お姉様方たちをよく覚えておいてください。来年はですね、20回目のイベントをぜひご協力いただけるという話もいただいておりますので、そういう形でまた来年も頑張りたいと思います。これをもちまして、第19回竜王戦団チャリティー撮影会の、開会式を、終了します。どうも皆さんご協力ありがとうございました。ハリオマラソン、次の日につながれ。